次に塩川哲也君塩川君日本共産党の塩川哲也です菅総理にお尋ねします野党は7月の16日にコロナ対策への国民の英知を結集する場として菅総理に対して臨時国会の召集を要求しましたそれなのに菅総理は憲法53条に基づく野党の臨時国会召集要求を拒否しましたなぜ拒否したんですか 内閣,内閣総理大臣、菅義偉君。新型コロナ対策をはじめ、現在も与野党で国会において閉会中審査、これ、議論を行っています。そういう中で臨時国会の召集については、国会のことでもありますので、与党と相談しながら対応していきたいと,いところでありますす川君何言ってるんですか憲法53条っていう。のののは4分の1の国 議会議員の要求で、政府に対して決定を求める、臨時閣会を開くということを求める中身であります。政府自身が決める話じゃないですか。憲法53条にある議員の4分の1以上の要求があれば、その内閣は招集を決定しなければならないと、はっきり書いてあります。なななぜぜ開かかかかったんんでですすすす憲法を無視するんですか小学に申し上げますあのここは あの政府からのコロナ対応についての発言をする場所でございますので、少しお考えいただきたいというふうに思います。改めて内閣総理大臣。野党から要求のあった臨時国会の召集については、国会のことでもありますので、これまで与党と相談しながら対応を検討してきたところであります。先日10月4日に臨時国会召集する旨の閣議決定したところであり、政府としては憲法に規定された義務を踏まえているものと思います。 何を言ってるんですか、政府が決定した10月4日の臨時国会招集は、菅総理が政権を投げ出した後との新しい総理大臣を選出する場ですよ、官房長官が説明してたじゃないですか、野党が要求したコロナ対策を議論をする臨時国会の招集では全くないと、こういうところに今の菅政権がコロナ対策を本当に重視をしてない、重大な事態というのが現れている。だいたいた菅総理は コロナ対策に専念すると述べていたじゃないですか、専念するというなら、まさに臨時国会を開いて、コロナ対策をしっかりやるべきだったんじゃありませんか内閣総理大臣、菅義偉君憲法上、内閣の権能は、臨時国会を招集することであり、招集をされた臨時国会において、何をどのように議論するかという議員については、国会でお決めになることであるというふうに考えます。川君 菅総理の下でのコロナ対策の審議を求めたのが、野党の臨時国会召集要求なんですよ。菅総理の後の人の話なんかしてませんよ。今、この国会において、しっかりとした議論を行いというのを、7月の16日にわれわれ求めたわけで、それを2か月以上も放置をした、でそこにまさに菅総理自身がコロナ対策を本当に継承してた。 このことが臨時国会召集要求を拒否したということにはっきりと表れてるんじゃありませんか、もう一回お答えください委員長内閣総理大臣、菅義偉君。憲法53条公談には、召集時期については何ら触れられておりません。その決定は内閣に委ねられておりますが、臨時国会で審議すべき事項等も勘案し、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に、 招集を行うこととを決定しなならないい考えていますこのために野党から要求のあった臨時国会の召集については、国会のことでもありますので、これまでも与党と相談をしながら対応検討したところであります。先日、10月4日に臨時国会を召集する旨を閣議決定したところであり、政府としては憲法に規定された有無を踏まえたものであると考えます昭川君。それは主犯指名のための臨時国会の召集なんですよ。 コロナ対策をしっかりと議論しようと、国民に説明もし、しっかりとした対策を行うという臨時国会と全く違うじゃありませんか。まさに憲法53条に基づく臨時国会召集要求をしたというのが、菅総理の対応だったということは、憲法違反そのものだと指摘をせざるを得ません。コロナ対策ののの臨時国会こそしっかり開いて大規模検査の実施や給給付付金金家賃支援給付金の 再指揮を具体化をし、原則自宅療養の方針を撤回して、医療提供体制の拡充のための対策こそ、臨時国会で取り組むべきだったんではありませんか。菅内閣総理大臣。先ほど来、私は申し上げたとおりです。また、コロナ対策については、平中審査も野党の要求に基づいて、国会の中でやってきてるんじゃないでしょうか。川君 臨時国会の招集要求に全く答えなかった、まあ、この間政府による原則自宅療養という方針の下で都内では病院に入れず自宅等で亡くなった方が8月以降で45人にも上りました原則自宅療養というのは患者の自宅放置であり医療放棄そのものでありますでこんな深刻な事態は歴代の自民公明政権が作り出したものであります この間、保健所は半分に減らされ、病床は削減をされ、医出は抑制をされ、医療提供体制、公衆衛生体制が脆弱となりました。コロナ禍で医療崩壊等、保健所機能麻痺を招いたのが、自公政権の社会保障削減の政治の結果そのものであります。国民に自己責任を押し付けてきた自民、公明の政権の中でのたらい回しで何も変わりません。総選挙で政権交代、命を守る新しい政権を作り、コロナ対策の 抜本的な転換を図る。このことを申し上げて質問を終わります。